ルイス・スアレス・ミラモンテス。ルイス・スアレス・ミラモンテス。1935年5月2日イはスペイン・アコルーニャ出身の元サッカー選手、元サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー。選手時代はスペイン代表であり、監督としてもスペイン代表を指揮した。1960年にはスペイン出身選手として初めてバロンドールに選出された。 スペイン史上最高の選手の一人とみなされており、エレガントで優雅なプレイスタイルが特筆される。ガリシア地方のアコルーニャに生まれ、1949年、14歳の時にデポルティーボラコルーニャの下部組織である、ファブリル SD、B チームに相当するに入団した。1953年12月6日、FC、バルセロナ戦でトップチームデビュー。デポルティボでは、 カイニョやアルセニオ・イグレシアスと共にプレーし、1953から54シーズンには17試合に出場して3得点を挙げ、1954年夏にバルセロナに移籍したが、1954から55シーズンはセグンダ・ディビジオン2部の CDS ・スパーニア・インドストリアルにレンタル移籍した。1955年にバルセロナに復帰するとレギュラーに定着し、 ラディスラオクバラ、チボルゾルターン、シャーンドルコチシュ、アントニラ・マレッツ、エァリストなどと共にプレーした。エレニオ・エレーラ監督が指揮し、1958から59シーズンにはプリメーラ・ディビジオン、一部とコパ・ヘネラリシも、現在のコパ・デル・レイのダブル、ンを達成。1958年のバロンドール投票では初めてノミネートされ、 1959年の投票では4位の22ポイントを獲得した。1959から60シーズンにはリーグ戦とインターシティーズフェアーズカップのブルを達成し、1960年のバロンドール投票では54ポイントを獲得して、同賞を受賞した。1960から61シーズンの UEFA チャンピオンズカップ予選でリールス SK、ベルギーを 一回戦で同大会後連覇中のレアル・マドリード、スペインを準々決勝でスパルタク・フラデツ・クラーロベー、チェコスロバキアを準決勝でハンブルガー・エース・ V、西ドイツを破って決勝に出したが、エウゼビオを擁する SL ・ベンフィカに2から3で敗れた。スアレスはストライカーではなくプレーメーカーだったが、バルセロナではちょうど2試合に1点の割合、 122試合61得点でゴール決めた。1961年、当時の史上最高額となる2億5千万リラ、14万2千ポンドの遺跡金でセリエ A のインテルに移籍した。前年にはバルセロナ時代の恩師であるエレイラ監督がインテル監督に就任してを再び彼の下で中心選手として活躍した。年代のインテルは、 グランデインテルと呼ばれる黄金期であり、セリエ A で3回、UEFA チャンピオンズカップで2回、インターコンチネンタルカップで2回優勝した。1961年のバロンドール投票では4位、1963年の投票では8位、1964年の投票では2位、1965年の投票では3位と、 安定して高いレベルの活躍を見せ、インテルでは1970年までに328試合に出場して55得点を挙げた。1970年には UC サンプドリアに移籍。1972年に現役引退した。1957年1月30日、オランダ代表戦6から1でスペイン代表デビューした。 スペイン代表は 1958FIFA ワールドカップは予選で敗退し本大会に出場していない。1960欧州ネーションズカップ UEFA 欧州選手権の前進予選1回戦ではポーランドに勝利したが2回戦準々決勝勝てば本大会出場ではソビエト連邦との対戦を拒否して不戦敗となった。 1962年にはチリで開催された 1962FIFA ワールドカップに出場したが、ブラジル代表、チェコスロバキア代表、メキシコ代表と同居したグループの再会で、グループリーグ敗退に終わった。なお、同大会ではブラジルが優勝し、チェコスロバキアが準優勝している。1964年には、ジョゼップ・マリア・フステ、アマン・シオ・アマロ、ホセ・アンヘル・イリバル、 ヘッスマリア・ペレーダなどと共に、地元スペインで開催された1964、欧州ネーションズカップ出場。本大会は、スペイン、デンマーク、ハンガリー、ソビエト連邦の4カ国が出場し、トーナメント戦でいきなり準決勝から行われた。ハンガリー戦では、ペレーダの先制点をアシストし、延長戦で、アマンシュアマロが決勝点を挙げた。決勝は、 前回大会王者のソビエト連邦との対戦となった。再びスアレスのクロスからペレーダが先制点を決め、マルセリーノ・マルティネスの決勝点もスアレスのペレーダへのパスが起点となった。スペインの初優勝に大きく貢献し、自身は大会のベストイレブンに選出された。百六十六年にはイングランドで開催された1 9 6六 f i f a ワールドカップに出場し、 フランス・ベッケンバウアーを擁する西ドイツ代表、アルゼンチン代表、スイス代表と同組となったが、2大会連続でグループリーグ敗退に終わった。スペイン代表は UEFA 欧州選手権1968と 1970FIFA ワールドカップは予選で敗退し、本大会に出場していない。スペイン代表としては1972年までに32試合に、 出場して14得点を挙げた。現役引退後は指導者となった。ジェノア CFC のユースチームを指揮した後、1975年に初めてフルス・インテルの監督に就任し、インテルでは、計算度、最初以外は暫定監督に渡たって、采配を振るった。1980年から1982年には U-21 スペイン代表監督を務め、 1988年には、ミゲル・ムニョス監督の後任として、スペイン代表監督に就任。27試合を指揮し、イタリアで開催された 1990FIFA ワールドカップでは2次リーグまで勝ち進んだ。指導者を退いてからは、インテルのスカウトなどを務めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。